こんにちは、萩原です。今日は、こちらにありますように、鳥獣戯画展、行ってまいりました。展覧会そのものは、6月20日まで、昨日までで終わりまして、ちょうどこのコロナの緊急事態と重なってしまいましてね、もともと確か去年にやるはずだったのが、今年になって、たのですが、始まって早々緊急事態で、ね、ずっと閉館してたんで、国立博物館が。5月いっぱいの予定が、まあ、6月20日まで延長になりましたけども、一応ね、5月の連休明けぐらいに行けるように予約を取っていたのが、残念なことに閉館になり、諦めてたんですが、まあ、6月入ったら、再開館するということで、再開催っていうかね。最初の予約はちょっと間に合わず、取れずに、2度目の予約で取れて、ようやくギリギリ、会期ギリギリに見てこれました。初めて見れましたか、鳥獣戯画。どれも良かったですね。なんかデッサンの素晴らしさというのか、デッサン力もありつつ、線も非常にこう、動きがあってですね、まあ、あと内容もね、結構笑えたりして、平安時代ということでね、千年近く前の日本人が書いたものですけど、現代にも通じるなんか面白さがありました。で今日はですね、このカタログなんですけど、A4 変形ですね。A4 なんですが、天地が A4 と同じで、幅がちょっと1センチかちょ、ほら、幅広くなってまして、なおかつですね、このように、ページギリギリ使って、鳥獣戯画を、何枚にも分けて、原寸にはなんないのかな？ちょっとその辺わかんないですけども、ほぼ原寸な感じで、印刷されております。で、関東にはまあ、こういう感じで、横長であって、まあこれ普通のカタログですよね。ですが、今回のカタログはこうやって、大きな、ページいっぱい使ったものを、もう載せてます。非常にそれ良くて、とても良いカタログではないかと。で最近ですね、ここから以下ちょっと別の話になりますけど、近所の府中市立美術館がですね、まあ予算の関係なのか、まあ一般書店で売ることを前提にしてるのか、サイズも A4 ではなく、まあ、B5 ぐらいの、ちょっと一回り小さくて、なおかつですね、中の画像も結構小さくてね、展覧会の内容が良くても、なんかカタログ買う気にならないことが結構多くて。この前の青果堂文庫さんのもちょっとね、カタログ買おうかなと思ったら、ノッテルズ版のサイズが小さくてですね、結局買わなかったりして、絵はがきだけ買って帰ってきたんですけども。まあそれは、美術館、博物館ごとにはね、お考えがあるとは思いますが、まあできれば、この国立博物館さんのように、まあなるべく、画像はね、大きく載せてほしいですよね。そういう意味では、この、サイズも A4 より大きくしてありましたし、中の画像も、このように、大きく、掲載していただき、こういうね、カタログが今後も、まあ、国立博物館さん以外でも広がればいいかなと思いますね。まあ、ちょっとマニアック向けなのかなっていうのはありますけどね。府中市立美術館とか、サウンとかは、まあ、割と、書店の画集売り場に、置いて、まあ、売ることとかをちょっと前提にしてるような内容なんで。僕的にはちょっとそれは結構不満でですね。もうちょっと、
図像とか画像を大きくしてもらいたいなと。で、本のサイズそのものもね、もう A4、B5 か A4、ね。まあ、A4 が、とかもっと大きくてもいいんですけど、それをね、基本にしていただくと、嬉しいなと思います。まあ、それぞれのご事情があるとは思いますが、一美術ファンとしては、なるべく大きなサイズで、画集の作っていただきたいし、なるべく大きなサイズの画像を掲載していただければと。そういう意味では、この今回の鳥獣戯画の国立博物館さんのカタログはね、非常に良かったんで、おすすめです。多分、会期終わっても、1階の売店には置いてあるでしょうから、見そびれた方もね、これ買ってご覧になってもよろしいのではないかと思います。そんな感じで、鳥獣戯画展のカタログについて今回は語りました。そういうことで終わりたいと思います。